エル・ブランコ、白い巨人のしもべ組織で研鑽を積んでいる日本サッカー界期待の春鋭中井拓大は着実に成長を遂げているようだ。現地時間12月7日に行われたセルタしもべ組食との試合でレアル・マドリーのカデーテ A16 歳以下にところ属する中井は1対0の勝利に貢ぎ兼する決勝ゴールをまく。その後ラッソがクラブのカンテラ戦要公式ツイッターが戦部週間ベストゴールに選ばれて話題となっている。右サイドからの中央への折り返しをペナルティーアーク付近で受けると同時に巧みな反転でに人のマーカーをかわし、田中は追いすがる相手 DF を右手で押さえながら左足でシュート。この豪快な一撃がゴール左上に突き刺し去ったのである。ピピの愛ショーで現地でも親しまれ、今年中月には U15 日本代表のフランス遠征にも招集されて年代別代表デビューを果たした中、今好調を維持し続けている。11月にようなワレタリーグ戦のアトレティコとのマドリードダービーでもゴールを決めるなど、その存在感は日増しに高まっていると言っていい。スペインの超名門マドリで活躍を続ける逸材を海外メディアが見逃しすはずもない。スペイン紙 AS はセルタ戦でのゴールを動画で紹介しながら、日本のヤングスターピッピ中井が崇高なゴールを決めたと絶賛。さらに米ニュースサイトビジネスインシドエルはマドリーに所属する日本のメッシがバルサ風のゴラッソをこう着込んだと見出しを打ち、次のように褒めちぎっている。中井は9歳の時からマドリーのしもべ組織に属し、図抜きケタビジョンと知性を有していることでちら出ている。なぜ日本のメッシと呼ばれているのかについてはもはや説明不要かもしれない。彼はフットワークが魅力で、足元の技術にたけ、瞬間的な動きでディフェンダーを欺くふおもぎな力をじっている。各国のメディアから賛辞を受ける15歳のピピ。甘いチラ図に伸び続けている瞬 A のプレーには今後も注目だ。